卵巣の全体像9がグラーフ卵胞にあたるグラーフ卵胞、または成熟卵胞とは、排卵前の一時卵母細胞を含む発達したかなり、大きな卵胞で最大で直径 2cm にも達する。名称は発見者のライネルでグラーフに由来する。グラーフ卵胞は卵胞液を含む大きな一つの卵胞空を持つことが特徴である。 卵胞の成熟につれて一時卵母細胞は片隅に押しやられ卵胞空に対して下流層の膨らみができる。これは卵球と呼ばれる。卵母細胞の周りには多くの下流層細胞が存在しているが、このうち一番内側で卵母細胞を覆っている細胞層を放射管といい卵子と共に一緒に排卵される。グラーフ卵胞において下流層細胞は 王体形成ホルモン受容体を獲得する。これは、後の応体の発達に必要である。一時乱母細胞は乱胞にある間、ずっと原数分裂の第一分裂前期で休止した、ままであるが排卵の数時間前に第一分裂を終えて二次乱母細胞となり、第一極体を形成する。そして、白膜と外卵放膜の抗原繊維が溶かされるトラン子は、第一極体、透明体、 放線管を伴って乱球から離れる。排卵後、グラーフラン法は収縮し応対へと変化していく。ありがとうございます。